昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、窓の家の並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。あったね、どこにも行けない夢。お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね。コンピューター藤原洋介。写真をご覧よ、ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日の全てが虚しいものだと